さあこちらへ、氏経公の伝承でございます。古のこと、翼持てる悪鬼ありて災いをなす代理氏経公を召されり、氏経神の籠せし弓を持つ東大一の弓取りなり、再び悪鬼こしたれば弓をひっつかみ居落とさんとて立ちに蹴り、狙い誤たず山はるか雲をつかんと飛ぶ行きて、氏経放つただ一矢、真の像を抜きたり、悪鬼地に落ち末路の息を氏経公に吐きかける。ほどなく氏経随所に悪鬼の姿見えれば、明賀の弓で余さず入れども、人の叫びのみ聞こゆ、いだるるは皆人なり。氏経公ついに捕らえられ、死刑ならんと覚えども、帝を哀れにおぼし召す。氏経対馬へ流されて幾とせの後こと切れる。覚ゆる者もわずかなり、悪鬼を討ちしかの弓は対馬の芝のもの隠し、弓が待つのは名人か、はたまた呪いの生贄か。呪いはともかく良い弓のようだ。お気をつけくだされ、かの弓は求める者を闇に誘うと申します。覚えておこう。だがどこを探せばよいのだ。心を鎮めるため、氏経公は海辺へ行き、青い紫陽花の中を散歩していたとか。手がかりになりますかな。孔子が言っていた青い紫陽花、この近くだ。妙だ、あの岩、隙間が。青い花に囲まれた小島、弓はここにありそうだ。これが氏経の墓。
を探すな。死ぬことになるな。天狗の面をかぶっておった。それにあの戒め、油断はできんな。慎重に勝負。逃がしてやる。あなたのおかげで生き延びることができました。これから小松に戻ります。Ajude!
Arbo! Eh? Dá-te estou se daí!叔父上もいらっしゃればな。猛虎を倒したら共に人を巡るのも悪くない。青い花が咲く山か。弓はここに違いない。顔をよするな。さもなくば対馬が滅ぶ。何者だ。何を言いたい。弓はないと思え。弓を追うでないぞ。
かけろ、かけ。
Tentwing, now go! Thank you.
青い花、この方向だ。義経の長弓。ここはどこだ。その弓を持てば最後まで死に取り憑かれることになるぞ。倒すことが先決。呪いは後で考える。
て。
奴らが働くなら死んだ方がマシだ。よく言えたもんだ。お前なら同胞を殺す武具を作るのか。家族を守るためなら何でもする覚悟だ。俺だってそうさ。でもそれは一線を越える。よし、いい子だ。Han! Ne den nas monster chat hüşe. Han! この野営を束ねる僧に会えと言われたが、八郎が持っておった地図を読めるのだろうか。さあ、うちの道具を見ていってください。これほどの品はありません。では
またいつでもいらっしゃってください。対馬に来た狙いも何を教えて。人を食べる。この子が人を食ってるところなんて見たことない。志村様は生きてかけようか。死んでるなら猛虎は志村様の亡骸を馬にくくりつけて見せしめに島中を駆け回ってるだろう。うん、凍ってさせたいのかな。そうすりゃ俺たちを全てまとめて原因にできる。志村様は猛虎の内情を探ってるのかも。弱みを握っておけば逃げた後に。何か手はあるさ。お手伝いできることは。酒井様、お達者でいらしたか。どうせ殺されるんだ。あいつらは猛虎だよ。私らに道中のご無事をお祈りしています。純真、まさかお主とここで会うとはな。ご用件を伺いましょう。この地に詳しいか。野営のまとめ役ですので。この地図に心当たりは。うん、食料を届ける者に渡しているもの、流民の野営の場所を記してあります。もしやこれは地。全てお主が束ねる野営か。有明では同胞が殺し合っていると聞きますが。無実の民が食い物にされ、足立家の女子供も殺された。裏切り者を裁かねば。有明のかがり火台が記してあります。ここに野営はありませんが、噂では賊に乗っ取られているとか。賊ならば良いのだがな。雅子様がいらっしゃった。お声をかけてあげてください。何か分かったか。貞雄はかがり火台におるやもしれませぬ。あれは足立家が有明のため建てたもの。恥すら知らぬ裏切り者め。奴には手の者がおるゆえ、我らのことも知られましょう。いいさ、迫る恐怖に震えながら私の到着を待つがいい。行きましょう。守ってやるよ。
何をしておる。来い。サダオはなぜ裏切りを。私が奴を咎めたからだ。米を盗み飢えた民に売っておった。クタで米が足りないゆえんでしょうか。証明はできぬが、村はひどい有様であった。奴は何かを隠しておるのだ。悪人は隠し事がうまいものです。万兵がおります。腰抜けは隠れておるか。サダオ、首を洗って待っておる。太刀を抜け。見つけてやろう。
殺したのですか？政子殿。やつは私の慕う者を全て殺した。だがなぜだ？くだらぬ復讐のためだとでも言うのか？菰田の浜で死ねなかったことを私も悔やんでおります。勝ち目のない戦に自ら身を投じたのは、それがたやすかったから。ではなぜまだ生きておる？守るべき民がおるからです。そして討つべき仇も。貞雄が死んだ今、黒幕は私が生きていて探しておることを耳にするだろう。恐怖に震えていつか尻尾を出す。ご無理は禁物ですぞ。お主もな。今さら後には引けぬぞ。他の裏切り者も見つけましょう。その前に叔父上を助けねば。では金田の村で待っておるぞ。